とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントありがとうございます。今シーズンのタワー、長いんですけども、簡単なクリア方法をいろいろと教えてもらいました。そのポイントとなるところを、ところどころ紹介していきたいと思います。これでね、30分、全然切れます。では、行きますね。まず4回の報酬でベックスの召喚ですね。これを取っていきましょう。そして6回報酬でフルメタルアーマーですね。フルメタルアーマーにエンチャントを入れましょう。ビーストバースト3です。7回報酬で釣竿を持っていきましょう。これ連射器があるタイプの、高速周回でしたね。8回報酬でコブクロスボウです。金細工職人では防具のフルメタル、これを上げていきましょう。そうするとビーストバーストのダメージが7871、ここまで上がります。それでは、ボスですね。ボスは初手で、ビーストバーストをぶち当てます。敵が出てきたら召喚を戻してビーストバーストですね。こんな感じで初手で、そこそこ減らすという感じでやっていきましょう。で、ポーションが溜まったらばまたビーストバーストですね。いけるか。うーん、いけるね。しゃあ、はい、こんな感じで邪悪なレイスをサクッと倒しましょう。まあ1分ちょっとで倒せると思います。そして14体の報酬でカトラスを取っていきます。カトラスと釣り竿の相性がいいんですよね。エンチャントは衝撃波、そして、まあ、吸血と凍結か、これを入れとけばいいです。一番重要なのは衝撃波の3ですね。そうするとこんな感じで、ビーム打てるようになりますので、これで進んでください。んで、今18階にいます。18階もこの釣り竿があるとめちゃ楽なんだよね。もともと結構難しいステージなんですけど、釣り竿があるだけで全然余裕になります。やっぱ下に出てくるクリーパーか、あれをいかに早く倒すか、それが鍵となるんで、これが簡単にできちゃうんで楽勝ですね。危ね。はいはいはい。終わり。あと一発か。そして19階の職人ですね。カトラス上げてください。これで、20階ボスは速攻倒せますね。で、スイッチ版とプレステ版では敵が出る場所が違うらしいよね。違うらしいので、そこは注意してください。プレステ版は、イリュージョナーが上の方に出ます。スイッチ版は逆らしいんだよね。まあ、そこをちょっと注意してください。このカトラスの釣り竿連打があれば超楽勝ですね。そして25回の報酬でスケールメールを取っていきましょう。エンチャントは別によくはないんだけども、近接ダメージの 30% アップがついてます。釣り竿がかなりパワーアップしますよ。28回の報酬です。ここでカトラスをパワーアップさせましょう。で、商人ですね。ここの商人でカトラスを上げます。122とそこまで上がりはしないんだけども、まあこの若干の攻撃力アップがボスを早く倒せます。エンチャント入れましょう。衝撃波と、旋風、そして虚無ですね。これで OK です。虚無は1とかでもね、全然大丈夫です。2も3もそんなに変わりはありません。で、ボスは、もうとにかく、釣り竿でぶん殴るだけ。はい。まあ、連射器がある人限定ですけども、むちゃくちゃ早く倒すことはできます。まあ、この、道順でいきますと、30分以内、で全然クリアすることができます。で、連射器をもしも持ってないっていう方は、27回の報酬でオーバーチャージがついた弓があるんですよね。そのオーバーチャージの弓を取って
28回報酬でクレイモア、黒曜石のクレイモアだね、それを取ってください。で、29回の職人で弓をあげます。でクレイモアに虚無をつけれますので、虚無さんで殴って、最大倍率が入ったところで、オーバーチャージマックスで弓を打つ。そうすると、速攻でそれも倒せますので試してみてください。最後報酬見て終わりますね。今シーズンね、意外といいの出るんだよね。おっと、いいラインナップ。ドッグフォーカス1、コンボは重力いらない。3だったら大当たりだったね。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。